はい、えみさんこんにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは2021年総合職経済区分パーフェクト実践講座経済理論第1回目の講義を始めていきたいと思います第1回目の講義はまず最初ですのでね橋から話をしてまいりたいと思います経済理論第1回目ですよねいろんな話もしていきたいと思います はい、あのー、これから皆さんね、えー、総合職経済区分の学習をされていくわけなんですけどもまず初めにしっかり学習していただきたいのがこの「経済理論」になります。えー、本書は、えー、国家公務員の総合職試験、えー、経済区分の、えー、受験者向けに書かれた、えー、経済理論のテキストになります。経済理論はですね16問 すべて必須の回答となっておりまして、えー、そのうち1問が経済学説誌の分野から出ております専門試験は一次試験におきまして40問あるわけですけどもこの40問中の16ですから4割占めるというね、えー、最重要科目として位置づけられているわけです。 経済理論は理解するのにどうしても一定の時間かかるというところはありますけども問題の解き方にパターンがありますのでね一度理解すればどのような問題が主催されたとしても慌てず解くことができます。それだけではなく経済理論は財政学また国際経済学等の 応用科目の基礎理論土台になる性格を有しておりますから経済理論をマスターするということは総合職の試験のこの経済区分において合格に大きく近づくことを意味しているわけです。本書はミクロ経済学ならびにマクロ経済学の二分冊として 編集がなされておりえす経済区分では「ミクロだけを解く」とか「マクロだけを解く」という選択はありえません。両方とも解かなければなりませんし当然二次試験にもつながる内容でありますからこの二分札は両方とも是非マスターをしていただきたいと思います。 また経済理論におきましては、えーま、数学の知識がどうしても必要となりますけども総合職試験の経済区分向けというね性格、ま、上本書では経済数学入門に相当する賞は設けておりません。学習に際しましては高校数学 2b 程度までの数学の知識これを有することが望ましいと言えるわけですけどもできる限りこのテキストにおきましては数学的な記述は避けておりますので数学が苦手な方であったとしても読みこなせるようにはなっております。 しかしながら数学の知識は試験合格には必須となりますので苦手意識のある方はぜひ演習編のテキストにある「経済数学入門」をこまめに見ておくようにしていただきたいと思います。今回のの総合職試験経済区分向けの 経済理論テキストにおきましては長年にわたり改訂を重ねてきたレック専任講師のレジュメをベースに講義における合格者の書き込み内容の反映であったりとか多くの合格者スタッフによる過筆修正の結果誕生しております。講義レジュメをもとに 研究室の学部生や大学院生が過筆修正するスタイルというのは、まあ、最近の教科書でも結構見られるケースはあるわけですけどもこうしたプロセスを経ることによって試験対策に特化しした内容のテキストが誕生しておりますどんな科目でも、まあ、当たり前といえば当たり前なんですがどうしても学習開始当初ね なかなか理解が進まずに不安にさいなまれることもあるかもしれませんけども本書はできる限り公務員の試験でよく出るところにピックアップしておりますからまあ大きな安心感を与えることになるかと思いますね。ぜひ皆さんこの講義聞いていただいてそして本書を利用していただいて全員が最終合格。 そして、えー、内定を勝ち取れるようにまあ祈っておりますね。はい、えー、では早速ですけどね、あのまずミクロ経済学の内容から話をしてまいりたいと思います。あのミクロ経済学は、えー、ご存知かもしれませんけども、まあいわゆる国全体でどういう状況なのかというのを把握していくのがマクロ経済学であって。 一方でミクロ経済学っていうのは個々ですね経済を構成する個々例えば消費者であったりとか企業であったりとかそういった個々に見た場合の経済の動向について把握していきましょうっていうのがねこれがミクロ経済学にあの該当するわけです。まずは経済のいわゆる根幹といいますか 経済成長において最も役割を占めているのが消費者なんですね要は物買ったり食べ物を食べたりとかねこの消費っていうのがやっぱり一つ大きな軸になっておりますので消費者の考え方動向からですねまずは確認していきたいと思います第一章は消費者理論になりますまずはプロローグをご覧いただきたいと思います 消費者は当然私たちのことですけども、えー、財を消費するものを買ったりいろんなサービスを受けることによってある程度満足感を得ますよねまあ良かったとか嬉しかったとかねそういう気持ちになるわけです。で経済学ではこの満足感のことを「効、えー、用」「ユーティリティ」というふうに呼んでおります。 まあ略して普通 U う書くケースが多いです。えー、財の消費量が例えば欲しいものがあったとしてね、えー、それが増えれば増えるほど嬉しいっていう気持ちは、まあ、強まっていくでしょうから、えー、高い効用を得ることができると、まあ、このように考えることができるわけです。しかしながら、効、え、用、ー、は、えー、無制限に 得られるものではありません。なぜならば、えー、財を購入する際に消費者の所得に限りがありますよね。私たちに物を買おうと思ってもお金なかったら買えないっていう風になりますから、当然所得を稼ぐお金に限りがありますので、その範囲内で、まあ、いかに美味しいものを食べたり、いろんなサービスを受けるっていうのを。 日頃から考えているわけですしかも実際には市場で購入する財ってのは当然一種類ではありませんよねいろんな財を買って生活しているわけです多種類の財になるわけですしたがって消費者はですね自らの所得という制約の範囲内でいかに 自分が嬉しいと思う気持ち、雇用を最大にするようなそういった財の消費量の組み合わせを選択しているはずですしかも市場価格が変更されればこの消費者の組み合わせも変更されることになります例えばある財の価格が上がったら まあ皆さんが普段、例えばお肉考えたとしてねステーキの値段が上がればねちょっと高いからまあステーキはいいかとまあ,あの例えば、えー、他のお肉でいいかと、まあ、そういうふうになるわけですよ。なので普通は値段がすごく上がった場合なんかはその材の購入量を減らして、えー、別の材の購入量を増やすなどの措置を取ることも当然ありえるわけです。 このような材の価格の変化に対する消費者の購入量の変化これが市場における需要の変化ととして現れることになります、まあ、要は値段が変わったらそれによって消費者の行動はどんなふうに変わっていくかねそういったものを分析していきましょうというのがいわばこの消費者理論になるわけなんです。まず第一節。 えー、最適消費こちらをご覧いただきたいと思います。えー、学習のポイントをご覧ください与えられた効用関数と予算制約線から最適な財の消費量を求める最適消費要はいかにご自身の所得の中で、まあ、ご自身にとって一番満足する買い物をするかっていうのがね これが最適消費になるわけですけども、この最適消費の計算というのが品質問題であります。まず、まあこれから説明しますけど、無差別曲線という概念、そして予算制約線という概念、これをしっかりと理解をしていただいて、実際に計算問題を解く上で、 必要な考え方であったりとか最適消費点の図解などに対する理解をねまずは深めていただきたいと思います、えー、皆さんがいかにいい買い物をするかいかに雇用を高めるか最適消費のプロセスは以下のような順で考えていくことになります一番 えー、無差別曲線を用いて選考を表明するまあ無差別曲線というのは簡単に言うとその方にとっての功用を表したものです満足を表したものね満足度合いを表したもの、えー、これを用いて、えー、まあどれぐらいの功用が高くなるかっていうのを考えていきます一方でお財布の中身も重要ですから予算制約線これがお財布の中身です この予算制約線を用いて、まあ、その中で、えー、ものを買うわけですよねお財布の中身の中でしか買えませんから、えー、消費可能領域を明示していきますでこの2つをドッキングすることによってその方、まあ、個人にとって消費者にとって、えー、雇用を最大化する、えー、消費計画を立てると、まあ、こういった流れになってくるわけです。 ではまずですね、1番、紅葉と限界紅用について説明をしていきたいと思います。1番、一材モデル。これは1個しか種類がね、物がない、そういう場合を考えていきたいと思います。繰り返しになりますけど、まず紅葉の定義がそこに記載されておりますけども、 効用優というのは財の消費から得られる満足度合いのことを指しています、えー、物を買って嬉しいと思う気持ちその度合いですね、えー、これを優で示していきます効用、えー、を仮に数字の大きさで表すことができまたあ数字が大きいほど 効用は大きいと仮定したいと思います。まあ、要は数字で表せるとして、数字が大きいほど効用が高い、満足嬉しいんだよっていうふうに仮定しますとね。例えば今財って1種類しかないっていうのを考えてますので、まあ、ケーキしかないと考えましょうか。もし皆さんがケーキが好きだったらっていうのが前提でお話ししてきます。ケーキ1個もらったらどうでしょう。 甘いものを好きな人にとっては、やっぱ嬉しいですよね。その嬉しさを数字でもし、表せるとしたとしたならば。今七だとします。結構嬉しい。ケーキ二個でも当然嬉しいですよね。まあ、あの、場合によっては、もしかしたら、一個よりも二個の方がいいっていう方もいるかもしれませんけどね。まあ、あの、最初に一個もらえる感動の時に比べると。えー、二個目もらうっていうのは。まあ、もちろん嬉しいけど。 あの最初の1個目の感動ほどではないかもしれない。だから最初7だけど、次2個目で12になってますよね。これ合計した分ですから、えー、実際は2個目の追加でもらったケーキでは、まあ、5嬉しいなというふうに感じているわけです。3個食べたら16に増えてます。これ12から16に増えたってことは、1個追加でケーキもらったら4嬉しさが増えているとわかるわけですね。 4個食べたら19になってます。嬉しさはプラス3増えてます。5個食べたら20になってますけど、嬉しさは1増えているというのが分かりますよね。要はトータルで見れば、明らかにこのケースの場合は効用が増えておりますから、これを図式化したものが下の図になります。1個だったら7、2個だったら12、 個個個だだだっっったたたらららでも実際はねここに書いてある75431、まあ、この75431ねこれが追加で1個増えたごとに嬉しいと思う気持ちが増えた分になるわけなんです。ケーキは当然まあ本当に好きな人はね、えー、もらえばもらうほど嬉しさは増すわけなんだけど最初の感動に比べれば。 やっぱり景気の個数が増えれば増えるほどその感動の度合いっていうのは、まあ、どうしても減っていくという状況になるわけです。この景気を1個追加的に増やした時に得られる効用の増加分これを「限界効用」「マージナルユーティリティ」というふうに呼んでおりまして。 限界効用っていうのは追加で1個景気が増えたら、それによって嬉しさが増える分、まあこの7、5、4、3、1がそのまあ限界効用に該当するんですが、こういったものを示しているというのが一つ大きなポイントになりますね。はい、あの再度定義の確認をしておきたいと思いますけども、限界効用 MU、マージナルユーティリティというのは。 財の消費量が1単位増加したときにえ、効用がどれだけ増加するかを示したものです。追加で1個ケーキもらったら嬉しさ。どれぐらい増えますか。か75431ね。これが限界効用を表しているわけですね。ちなみに、この限界効用っていうのは計算式でも出すことができます。 MUX と書きましたらこれは X の限界公用のことを示しているんですがこれ計算式で表すとデルタ X 分のデルタ U と計算することができます。X、デルタ X というのはケーキが追加でもらえた個数ですでそれによって追加で増えた公用がデルタ U になりまして、えー、これで、まあ、要は1個追加でもらったら追加で増える公用。 これが MUX に相当するわけです。4ページご覧ください。4ページに計算式ね、今書きましたものと同じものが載っておりますけども、MUX イコールデルタ X 分のデルタ U というふうに載っています通りね、X 材の変化量分の公用の変化量が記載されております。 例えば、ケーキが1個から2個に増えますと、デルタ X というのは1個から2個にプラス1個増えてるわけですから、デルタ X は1になります。で、この時、紅葉は7から12に増えてますから、えー、紅葉の増えた分というのはプラス5になるわけです。要はデルタ U が5になる,なるわけですね。よって、1分の5っていうふうに計算ができますから、さっきのもプラス5です。えー、限界紅葉は、えー、5と。 計算がでできるわけなんですね実は「限界」っていうのは追加で1個増えたらどれぐらい効用が増えるかっていうね、まあ、それを表している表現となるわけなんですね。ところでこの限界効用ですけども先ほど「7」「5」っていうふうに減っていったのがわかると思いますが。 追加でケーキの数が増加すればするほど実は限界効用っていうのは減少していきます。これはどんなに好きな食べ物であっても消費量が多くなっていくともうお腹いっぱいっていう,うなってきますからどうしてもありがたみっていうのはなくなっていくわけですよね。ケーキ最初の一個はすごい嬉しいけど まあ2個目も確かに嬉しいけどもう345個ぐらいになってくるともういいかなっていうふうになってきますよね。なのでこの嬉しさっていうのはどうしても減っていくその追加で増える分が減っていくと、まあ、そういった状況を仮定しているわけです。えー、これを「限界効用」「低減の法則」というふうに呼んでおります。 限界紅葉は先ほどのですねまあこのグラフ、えー、これ例えばこ、えー、この一個の時七、二個の時十二、三個の時十六、四個の時十九、五個二十ってで0の時ゼロっていうふうに取ってもらうとこんな感じでまあ線で書くんだったらこんな感じでグラフ書けるわけです。でこれ功用関数 と呼んでいますで、えー、この公用関数をもとに、えー、限界公用というのは出すことができて要はここですこれ1個追加で得たら5個増えてますよねこの傾きが限界公用を表していますなので、えー、グラフ見てもらうとわかりますけども これが硬用関数だとしたらこれの接線で表したこの傾き自体がデルタ X 分のデルタ u を示しておりますので限界硬用はデルタ X 分のデルタ u これは接線の傾きで示すことができるんだよとこれが一つ大きなポイントになりますね。 はい、ここで少しねあの微分の意味についても、まあ、高校以来という方もいらっしゃると思いますので、えー、少し復習しておきたいと思います。まずは、えー、微分の定義について、えー、確認していきましょう。今あー関数 y=fx において x が、えー、デルタ x だけ 変化をしたとすると、えー、この関数の微分であるデルタ X 分のデルタ Y DX 分の DY っていうのは、えー、リミットデルタ X が0に近づくとデルタ X 分の F 括弧 X プラスデルタ X-FX これで関数の微分っていうのは定義をすることができるわけなんですね、えー、すなわち関数の微分とは 説明変数 x を微小に増加させたときに非説明変数 y, あの y が説明されるものになるわけですけどこれがどれぐらい増加するかを示しているわけです。えー、微分の図形的意味これは、えー、関数 y=fx の え微分、えー、Dx 分の dy とは関数 y=fx の曲線上のえ各点 abcd の接線の傾きで求めることができます。まあ、要は先ほど言った通りあり接線の傾きなんですね微分の答えはね。なので例えばですけど A だったらここの接線の傾きになるし B であればこれ傾きありませんから0っていうふうになるし C であればこの辺りの傾きですね。で D もここ傾きありませんから0っていうふうになりますね。このように微分では解いていけばいいということになるわけですね。では次の考え方用語について説明していきたいと思いますけども2番。 無差別曲線二材モデルについて確認していきたいと思います1番無差別曲線今までは一材モデル一つの材ケーだけっていうふうに考えてきましたが今度はもう少し枠を広げまして X 材と Y 材という2つの材について 同じ功用が得られる消費量の組み合わせね例えばまあ何でもいいんですけど例えば X がケーキとしますかで、y、がジュースとしましょうかでケーキ5個とジュース1個っていう組み合わせとケーキ4個とジュース3個っていう組み合わせケーキ3個とジュース6個。 ケーキ2個とジュース10個、ケーキ1個とジュース15個という組み合わせが、いずれも同じ効用、同じ満足だとしましょうかね。どれとってもこの人にとっては同じ満足になりますよ、っていう状況がこの5つの組み合わせだとします。上の表は2材、X 材と、 ええ5コンマ14コンマ33コンマ62コンマ101コンマ15これが消費者にとって同じ効用が得られることを表しているとします。じゃあこの5つの点を取ってみましょうね。え3 3コンマ6、2コンマ10、1コンマ15でこんな風にとっていくとこんなグラフが描けますよねこの線って何っていうとこの線はケーキとジュースの組み合わせ上同じ満足を描いている線なんですでこの同じ満足を描く線どこをったってこの線のところは 同じ満足雇用ですよっていうのを表しているわけですけどもこれを無差別曲線と言います。まあ、要は無差別曲線というのは同じ雇用をもたらす消費の点になるわけですね。これが無差別曲線に該当します。ちなみに無差別曲線というのはいっぱいあるんですよ。例えば、 あの他の組み合わせね例えばえっ、ー、とこれがケーキでこっちがジュースでしたケーキ2個とジュース15個の組み合わせは明らかにこの線の満足より高いはずですね個数多いからねで適当ですけどこんな風に書いたとしたらこの線の方がこの線よりも個数多めにもらってるわけだから満足は高いわけです要は この無差別曲線というのは無数にかけるんです。無数にかけるけど、二つの財の個数が多くなればなるほど、この効用は高くなるっていうね、そういう傾向もここから示すことができるわけですね。はい。それでは定義を確認しておきたいと思います。無差別曲線のまず定義をご覧ください。同じ効用をもたらす 2材、X 材と Y 材の組み合わせを示す線、これが無差別曲線に該当します。では、えー、続きに関しましては、えー、次のブレイクタイム後にお話をしたいと思いますので、一旦ここで、えー、ブレイクタイムにしたいと思いますね。